うちゃん結婚して10個ありがとうございます。ツイッターチェックしてればいい。うん、そうだね。ツイッターでドーンタイムやりますって、まあ通知がオンになってたら多分すぐできるかと思いますよ。あ、23日僕隊当選おめでとうございます。僕隊のことまでまだ考えられない僕隊まだ何もできないよ。何もできないは多分嘘だね覚えてるだろうけど、なんかでも絶対一箇所は、一箇所ぐらいは忘れてるとこあるから、絶対それをね判明させなきゃ。明日持ってきます。ありがとうございます。そうなの、盛りだくさんだよね。20、22、23。セナリンゴのおかげで仲良くなったこと、セナリンゴちゃん並べて写真撮る約束。素敵そういうのめっちゃ好き。好き、素敵、ん、そういうのめっちゃいい語彙力ありがとう。始まりの雪が降ってきた、新しい世界に愛を語る、私はどんな自分を知れるのだろう。こんばんは。確かに会場でみんなでドボンやってたら楽しそうカオス今日もこの後練習するの。練習しないよこの後。動画を見ようと思います。明日の鉄のを見て頭の中で応援しますで、明日公演の前に練習してって感じうん確かにドボンタイムない、あるのかな。ドボンタイムなんか公演ではあるけどさ、やっぱりドボンコンサートだから。これでフラペチーノ、ああ美味しそうだなと思ってるけど、でも甘そうだなって思って多分だから飲まないかも私スタバはなんかティー系のフラペチーノの方が好きだなって思って、ほうじ茶とかそれこそ。手書きなのすごくない？すごいって思った。手書きだろうなと思って見た瞬間すごーって思ったよ今までドボンで4人メンバーは大してないです。私はスタバの新作甘かった。だよね、絶対甘いだろうなと思って。フラペチーノもだし、なんかあったかい方もあるじゃないですか、あれもなんか甘いだろうなって。
から今回はパスかなと思ってる。抹茶クリームフラペチーノ、美味しいけど、そのままだとなんていうの、抹茶クリームフラペチーノ何もカスタムしないと薄いなって、あの抹茶の味が薄いなって。私抹茶濃いのが好きだからさ。色鉛筆で頑張った、だってありがとう、書いてくれて。甘いのあんまりね好きじゃないというか、苦味があった方が好きなんですよ基本的に。久々にせなちゃんとつなげるの楽しみにしてる、だって楽しみにしてて、ちょっと思い出します、頑張って。コストコのサーモンまだ食べてないかも今年。ゼリンゴのお揃いのピアス持ってますよ、あのファンの方にいただきました。今は2つかな。あー、フラペチーノよりは甘さ控えめ、なるほどね。眠そう眠くなってきちゃった。味覚が大人なんそうですねそうなんだと思います。味覚はそう、自分が大人な自信を持って大人ですって言えるところは味覚です。あ、片方ピアス好きです、だって友情ピアスなんだけどな本当は全然おつまみ系好きだよ普通に。魚卵だって。何魚卵って、いくら、いくらしか思い込まない。いくらは食べれるけど、チーズも普通に好きですよ。まあ好きな食べ物聞かれてチーズとは言わないけど普通に好きです。あー、いぶりがっこあんまり好きじゃないかもしれない。え、待って、どうした、間違えた、どうした、なんでタワーえ、よいしょ、片方ピアスかユーズピアス聴いていい曲だなって違う、違うね、片方ピアスはユーリさんが作り出した言葉なのね私は友情ピアスって言ってただけなのに、片方ピアスっていきなり言い出したから、まあいいんです、片方ピアスってことにしときます背中押しになって1年経ったわ、だってそうなんだ、なるほどね、1年経ったわ。
ゃん、ありがとう。ね、めっちゃ記念日だよ1年は。すごい。日にち覚えてるのが羨ましいなって。確かに、なんで日にち覚えてるの？すごい。それもみんな日にち覚えてるもんなんかな。どうなんだろう。こっちの方が薄いんだ。こっちの方が薄いらしい。インクが遊び始める人。あー確かに。写真を見たら分かるパターンもあるね。きっかけが今日だった。なるほどね。決心のきっかけは理屈で、同じく初めて参加します、よろしくお願いしますって待ってます。ありがとうございます、お願いします。あー公園だと分かりやすい。確かに確かに、意外とね、意外と、まあ私は覚えてないけどね、なんで AKB のファンになったか全然覚えてない。きっかけいい歌だよね。それな。日にち覚えてなさなかったんだっけ。やった、特別じゃん。じゃ。あ、私でもさよならクロールが初めて買った CD だった。でもその前から好きで、初めて買ったのがさよならクロールだったけど、その前から好きでね、わかんない、ね、まあどこをきっかけというか難しいけど、でも何日かまでは全然わかんない。投げるの、いつもジュアル投げてないし、別に音でバレバレなの いや、とりあえずさ置くじゃん、やっぱり。とりあえずここはね、ここ布団の上なので、とりあえずさテーブルに置きたいじゃん じゃあそろそろ終わりにしますね。15分経ったので、私は
さらば。ドローン。善悪と悪の違い、確かに最初は分かんなかったね。リスナー見つけてください。 OK。 リスナー来る人って明日出席確認しようと、みんなに。じゃああれだ、公演後とかバタバタしそうだから、公演前っていうか朝配信すると思います。朝っていうのも早朝ではないですね、10時とか11時とかだと思います。もうほぼ昼かじゃあランキング読みます。13位モンさん、12位西東京太郎さん、11位ゴルゴさん、10位ガーリックジュニアさん、9位エースさん、8位赤穴のソルティさん、7位ガキッチョさん、6位豚バラパラダイスさん、5位きなこ、4位まさきさん、3位しんさん、2位うちゃん、1位ゆみりん。ありがとうございます。ギフト読みます。うちゃん、まさきさん、ゆみりん、西東京太郎さん、しんさん、アイス Z271 さん、ドラゴン Z 太陽のあとさんです。ありがとうございました。ということで、皆さんおやすみなさい。人も元気に一日過ごしましょう。おーえいえいおー、トゥ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 ルのサーガドキ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 して、おさぎ天国のダンス好きなんだよね私。いきなり大騒ぎの話になった。なぜ。おやすみなさい。バイバーイ。